上越線。上越線は、群馬県高崎市の高崎駅から、新潟県長岡市の区内駅、列車運行場は、長岡駅までを結ぶ東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線。このほか、越後湯沢駅があラ、湯沢駅間の視線を持つ。この視線は、上越新幹線の保線基地への引き込み線を利用した営業線で、 同新幹線から列車が乗り入れるが、放棄上は、新幹線ではなく在来線の扱いであり、線路名称上も実施計画上も上越線の、支線である。高崎線の終着駅高崎駅より利根川沿いに、群馬県内を北上し、三国山脈を越えて、新潟県に入り、中越地方の魚川、品野川沿いに6日、長盆地などを経て、長岡市に至る。 鉄道路線。終点の区内駅では、新越本線に接続する。五感駅越後湯沢駅間を除き国道17号と、ほぼ並走する。路線名の由来は、上州、現在の群馬県と、越後、現在の新潟県本土を結ぶことに由来する。なお、新潟県には、上越市や、それを含む上越地方があるが、上越の故障の由来は異なり、詳しくは、 上越を参照。上越線は、上越市は、愚か上越地方すら通らない。新潟県の上越線沿線地域は、全域が中越地方に属する。当線が開通する以前、関東と新潟県を結ぶ鉄道ルートは、高崎線、新越本線ルートと、東北本線、万越西線ルートの二つがあった。しかし、いずれも、 関東と新潟を直線的に結ぶルートではない上、新越本線には、薄い峠の急旬な勾配があり、時間的ロスを生じていた。こうした中、上越国境の茂倉岳直下を、清水トンネルで越える短絡経路として、上越線が建設された。このうち、水上駅石田駅間は、最急勾配20パーミルで建設され、当初から電化された区間である。 1931年、昭和6年の開業当初、それまで上野駅新潟駅間は、新越本線経由の急行列車で11時間6分を要していたのが、新設された上越線経由の急行列車は7時間10分で、結び、一挙に4時間の所要時間短縮が図られた。上越新幹線の開業後は、首都圏と新潟との都市間輸送の役割を新幹線に譲り、 全線を直通する旅客列車は夜行列車などわずかとなったが、首都圏と新潟、北陸、省内、秋田方面とを結ぶ貨物列車が通る幹線という側面を持っており、今もなおその重積を担う。また、首都圏と青森、北海道方面とを結ぶルートとしても、大宇本線の一部と田沢湖線がミに新幹線か、標準期化され、 東北本線森岡駅北が岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線に転換されてからは、高崎線、上越線、新越本線、宇越本線、大宇本線ルートが R のみを経由する唯一の幹線ルートであり、東北本線普通時の長距離列車、貨物列車の唯一の迂回路としての機能も担っている。高崎駅水上駅間が旅客営業規則の定める。 大都市近郊区間の東京近郊区間に、小千谷駅、宮内駅間が、新潟近郊区間に含まれる。当線の東京近郊区間は、IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアとなっており、同様に、新潟近郊区間のうち、小千谷駅と区内駅が、スイカの新潟エリア、ともに一部対応駅となっている。途中の越後岳駅については、エリア外。ラインカラーは、 高崎市社管内、新潟市社管内ともに水色。ただし2002年頃まで、新潟市社管内では、オレンジ色をラインカラーとして用いていた。キロポストは、高崎線からの数字を受け継いでおり、大宮駅からの距離の表示となっている。ちなみに、大宮駅の高崎線ホーム上の案内、一部の属は、高崎線、上越線と表記されている、他の高線単独駅に、 上越線の案内はない。かつては、運転系統上の高崎線や上越線を経由する、特急の始発駅である、上野駅でも見られたが、上野東京ライン回通時にほとんど消されている。高崎駅ドア駅間が、東日本旅客鉄道高崎支社、土樽駅、宮内駅間とガーラ、湯沢支線が、東日本旅客鉄道新潟支社の管轄であり、 土合駅と土樽駅の間、上り線趣密トンネルの土合方出口付近、大宮起点 146.43km 地点に死者境がある。上越線は群馬県から新潟県へと抜けるために三国山脈を越える路線であるが、高崎駅から渋川駅あたりまでは平地が多い。高崎駅を出ると新越本線の線路をくぐり、 新道北東に変える。すぐに上越新幹線と北陸新幹線の高架をくぐると住宅街が広がる中を進む。高崎豊山町駅を出るとほどなく井の川を渡り井の駅に到着する。井の駅を出るとだんだんと畑や田が目に入るようになる。関越自動車道の高架をくぐると進行方向両側に日高遺跡が確認できる。これは 関越自動車道の工事時に発見されたもので、現在では公園として古墳などが整備されている。右手にフォレストモール新前橋が見えると、新前橋駅に到着する。新前橋駅を出ると、急なカーブで進路を北に変え、住宅街の中を進む。群馬草茶駅を出ると、だんだんと畑が増えてくるとともに、工場が右手に見えるようになってくる。また晴れている場合には、 右手に赤木山、左手に春名山が見えるようになる。この間に吉岡町を通過する駅は設置されていない。八木原駅からは進道を北西に変え、関越自動車道の高架をくぐる。左手に住宅街が広がるようになり、右手に大道徳志港の渋川工場が見えると、ほどなく渋川駅に到着する。渋川駅を出ると、利根川を渡る。 東京や埼玉方面から高崎線経由で来た場合には初めてこの川を渡ることになる。この橋梁の北側で利根川と東ズ川が合流する箇所があり、車窓左手からはこれがよく見える。橋を渡るとだんだんと山が迫り、またそれに伴って勾配を登っていく。敷島駅を過ぎるとこれも先と同じく初めてのトンネルを通る。筑駅を過ぎるとト根川を 再び渡り、西岸に出る。こんにゃく畑をかすめ、三度目のトネ川を渡ると、すぐ棚下トンネルに入る。トンネルを抜けると、四度目のトネ川を渡ることになるが、この橋は当線の撮影スポットであり、SL 列車、SL 群馬水上などが減速することもある。筑田駅から岩本駅までは、国道十七号やトネ川と並走する途中で、あやどダムを確認できるが、これは、 東京電力、作発電所の取水ダムであり、ここで、群馬用水が分岐している。岩本駅の先では、片品川の貸し段丘を確認できる。5度目の利根川を渡り、景色が明けると、沼田駅に到着する。沼田駅を出ると、五感駅あたりまでは、住宅や田畑が広がるが、道駅を過ぎると、利根川が左手に迫り、山が迫るようになる。 関脇駅を越えてしばらくすると、利根川の川幅は一段と狭まり、大きな岩も目立つようになる。この辺りは、諏訪峡と呼ばれるが、川沿いに進むのは下り線のみで、上り線は、途中から長いトンネルとなる。水上温泉のホテルが見えるようになると、ほどなく、東京近郊区間の末端である、水上駅に到着する。水上駅から越後中里駅までは、一日後、 往復前後しか定期旅客列車が運行されていない、換山区間になる。水上駅を出て、すぐ6.7、8度目の利根川を渡ると、利根川と分かれ、変わって、湯木川が、土合駅付近まで並行するようになる。湯木駅の手前では左手には、スキー場が見える。下り線は、湯木駅手前で、谷川武を貫く新清水トンネルに突入するため、 同駅と次のドアイ駅は下り線の道下駅になっている。ドアイ駅は地下深い場所にホームがある、モグラ駅として有名である。また同駅は付近に谷川岳へのロープウェイが整備されており、夏は登山客で賑わう。なお、湯木駅、ドアイ駅ともに、上り線は地上にある。その上り線の湯木駅とドアイ駅の間には、ループ線がドアイ駅の区内寄りには、 清水トンネルが存在し、新清水トンネル同様に谷川武氏を貫いている。清水、新清水トンネルを出ると、新潟県に入り、以降越後川口駅の手前まで並行する魚の川を渡る。一旦上下線が合流するが、土樽駅を過ぎると再び分かれ、下り線はカーブで勾配を緩和しながら坂を降り、上り線はループ線の坂を登って、 越後中里駅までに交流する。なお、川端康成の小説、雪国の冒頭の国境の長いトンネルとは、単線時代の現在は上り線の清水トンネルのことであり、冒頭の場面で主人公の島村と同じ汽車に乗り合わせた陽子が、駅長を呼ぶ場面は、当時の土樽信号場、現在の土樽駅が舞台である。その後、 新潟県屈指の温泉越後湯沢温泉を用し、前日の雪国の舞台になった湯沢町の玄関駅、越後湯沢駅に到着する。同駅には上越新幹線も乗り入れており、付近には冬は首都圏から気軽に行けるスキー場が多くあり、スキースノーボード客で賑わっている。観光エリアの越後湯沢を後にし、6日、長周辺では、 右手に見える魚野川によって形成された、貸断段旧地帯を進む、両脇を山々が路線に平行に連なっている。一帯は日本でも、有数の稲作地帯である。6日、町駅で、直江津方面への短絡経路である北越急行、北北線が分岐していく。6日、町地域を過ぎ、なお魚野川を右手に見て進み、浦佐駅で再び、 上越新幹線と接続する。浦佐駅を出ると、只見線との乗り換え駅である、小出駅までは、再びのどかな田園風景が続く。小出駅を過ぎると、線路は大きく、左へとカーブする。両脇の丘陵が一気に迫り、トンネルが増え、車窓にも変化が見られる。線路は、北堀の内駅の先で、魚の川う岸へと渡り、 左手に緩やかに流れる川を見るようにして、越後川口駅へと到着する。付近で谷川武市を源流とし、幾多の流れが集まった魚の川は、長野県から流れてきた農川に合流する。これと共に、上越線は、長野からやってきた飯山線と接続する。小千谷駅からは、新潟近郊区間に入る。江のき峠トンネルを過ぎると、急速に周囲が明け、 越後平野に入る。越後滝谷駅を過ぎ、国道17号としばし並走しながら、越後平野を一直線に進む線路は、左から合流してくる、新越本線とともに、上越線の終点区内駅へと滑り込む。越後湯沢方面からの普通列車は、すべて一駅先の長岡駅まで運行されている。以下の上野駅、新宿駅から直通の定期特急列車が、 両毛線前橋駅、阿賀津線長野原草津口駅まで運行されている。府中列車は、水上駅を境として、群馬県内の地域輸送の高崎駅、水上駅間と県境、新潟県内の水上駅長岡駅間の2、系統に運転系統が分かれている。ここでは全車を、高崎駅から新前橋駅間と新前橋駅、水上駅間、 校舎を水上駅越後中里駅間と越後、中里駅長岡駅間に分けて解説する。高崎駅から新前橋駅間については、歴史的経緯と通勤需要から、高崎線や両毛線と一体化された輸送がなされており、詳細は、歴史を参照、両毛線や高崎線への直通普通列車を、中心として1時間に引く7本、程度運行されている。 高崎線からは、上野東京ライン直通を含む普通列車、快速、アーバン、通勤快速や、湘南新宿ラインも乗り入れている。前橋駅発着の列車は、両毛線、高崎、両毛線と上越線は省略して案内されている。かつては新前橋駅発着の列車も、高崎線と上越線の案内が省略されていたが、上野東京ライン開業に伴う、 方向幕更新により、高崎、上越線と省略せずに案内するようになった。2017年3月4日からは、日中の運行本数を見直し、渋川、水上方面の一部列車、阿賀妻線直通含むが新前橋駅発着となり、高崎方面とは、両毛線直通列車に接続する形を取るようになった。高崎駅から新前橋駅間はこれまで以上に、 両毛線との結びつきが強くなっている。新前橋駅、渋川駅、水上駅間の上越線、吾妻線系統は1時間に2から3本、程度運行されている。このうち1本は、水上駅発着で、もう1本は、渋川駅から吾妻線に直通する。前述の通り、高崎駅発着列車が多いが、一部列車が、新前橋駅発着となっている。 いずれも群馬県内で完結する列車のみの運行となっている。夕方には高崎発渋川行きの区間列車もある。かつては高崎線への直通や水上駅を越えて長岡、新潟方面まで直通する運用も存在した。この区間の1日の普通列車は平日は5往復、土曜、休日は午前中に1往復が加わった6往復のみの運行となり、 二から四両編成で運行されている。ただし、当期間は増発され、平日一日七往復、土曜、休日は一日八往復となる。普通列車は、最大で三から四時間ほど運転されない、時間帯もあり、貨物列車の方が首都圏と北陸、新潟、東北日本海側を欠約割もあって本数が多い。この区間を走る普通列車は全列車が後日の越後、 中里駅長岡駅間と直通運転する。なお、越後中里駅北で実施されている、ワンマン運転はこの区間では実施されていない。上越国境の山間部を走る区間であり、工場的なローカルな旅客流動は少ない。この区間は、新潟県内のローカル輸送のため、普通列車主体の運行が行われている。水上駅、越後中里駅、越後湯沢駅、 石田駅新越本線長岡駅間が基本的な運行形態であり、越後湯沢駅長岡駅間の列車が最も多い。1日の運行本数は、越後中里駅越後湯沢駅間で9往復、越後湯沢駅、石田駅長岡駅間で15往復。土曜、休日は午前中に1往復追加、越後川口駅長岡駅間は後日の飯山線。 直通列車が加わり17往復となっている。線路名称上の終点である宮内駅を始発、終着駅とする列車はなく、一部列車は新潟方面と直通する。2016年からは日中の一部の列車がワンマン運転を実施している。また、北越急行北北線の列車が越後湯沢駅無一課町駅間に乗り入れている。北北線の普通。 快速列車は、上越線内では一部の普通列車が、塩沢駅、上越国際スキー場前駅。ただし、上越国際スキー場前駅は、季節限定に停車するが、石田駅、大沢駅は全列車が通過する。上快速、スノーラビットについては折り一本のみが6日、上駅に停車するが、その他は、上越線内は、全駅通過し、 越後湯沢駅の次の停車駅は北北線10日、町駅となる。なお、北北線直通列車は、すべての列車がワンマン運転である。越後川口駅長岡駅間では、飯山線からの直通列車が起動車でに、往復設定されており、2往復とも、ワンマン運転を行っている。詳細は、各列車の項目を参照のこと。高崎駅水上駅間では、 臨時列車として、夏季や冬季の多客時に、上野駅水上駅間の特急、水上が運転されるほか、蒸気機関車、D51498、または C6120 牽引による SL 列車、SL 群馬水上などが運転される。高崎駅渋川駅間では、阿賀つ線に直通する臨時列車として、ジョイフルトレイン、リゾート山取りを使用して、 特急、リゾート、草津や快速、リゾート山鳥などが運転される。このほか、下記に行われる、高崎花火大会の日に、臨時列車が運転される年もある。長岡川からは、2014年から運行されている、観光列車、古志野宿ら、上越妙高駅東加町駅間、湯沢宿ら、上越妙高駅越後湯沢駅間が、 それぞれ当たり線の宮内駅越後川口駅間、宮内駅越後湯沢駅間を走行する。このほか、全通以来冬季のスキー客輸送や、夏季の小瀬ハイキング客輸送には、上野駅、新宿駅などから直通の臨時列車が運行されて、いたが、近年は消滅傾向にある。貨物列車については先日の通り首都圏と新潟、秋田方面とを結ぶ列車が、 おおむね毎日9往復、1往復の臨時便を含む運行され、船内完結の列車は設定されていない。また、上越線内で定期貨物列車が停車する駅も存在しないが、新越本線南長岡駅への停車は設定されている。近年は、ほとんどが上越線を夜間帯に走行していたが、2009年3月14日のダイヤ改正より4往復。 臨時便一往復を含むが、上越線を日中時間帯に走るダイヤに移行した。また、総合車両製作所ニーツ事業所、旧 JR 東日本ニーツ車両製作所で落成した、車両の首都圏への公衆輸送は、一部を除き、道路線経由で行われる。線内を通過する、貨物列車の2014年時点での運行区間、本数は以下の通り、 この区間は JR 線路名称広告上は上越線の支線となっているが、運行上の形態は上越新幹線の一部である。在来線の扱いだが、新幹線用の施設、車両を使用し、新幹線特例法の対象となっている。途中駅はなく、終点のガーラ、湯沢駅は隣接のスキー場にアクセスするために新設された駅であり、当季のみ営業となっている。 ゆえにこの区間は当季のみの営業で、運行期間中は東京方面からの新幹線列車が乗り入れる。この区間を運行する列車はすべて特急列車である。ため、乗車する場合は乗車券の他に特急料金100円が必要となる。この区間のみの指定券は発売しないことになっている。また、特急料金不要の特例はなく、普通列車用の規格乗車券である青春18。 キッや北海道東日本パスでの乗車はできない。この運行形態は西日本旅客鉄道 JR 西日本の博多南線とほぼ同等である。また、オフシーズンでも越後湯沢駅終点の新幹線列車が折り返しのために入線するが、客扱いはしない。また、当期であっても路線の性格上スキー客がほぼべてであるが、本数はそれほど多くはなく、下りは 朝8時台の日本を除いて1時間に1本程度で15時以降は2時間運行されない艦隊もある。また終電は18時22分越後湯沢駅発で終了する。上りは始発から16時台の日本以外は1時間に1本程度の運行であり、終電は19時6分があら湯沢駅発で終了する。列車の運行されない時間帯の同区間の交通は シャトルバスが担っている。臨時列車は季節ごとに設定されるため、使用者用、所属は季節によって変更される場合もある。また、運転されない年もある。貨物列車の牽引については、次の電気機関車が担当している。関東と新潟を短絡する鉄道として計画されたもので、1920年には、新潟県側の上越北線、宮内駅、 長岡駅から東小路屋駅間、1921年には群馬県側の上越南線、上越南新前橋駅渋川駅間が開業した。両線は順次延長され、1925年には北線が越後湯沢駅まで、1928年に南線が水上駅まで開業している。このか、 高崎駅から新前橋駅間は1884年に日本鉄道が高崎駅前橋駅間を開業させた際に建設したもので国有化後は両毛線の所属となっていたが上越線全通後に上越線にも属するいわゆる二戸籍区間となり1957年に上越線単独の区間とされた。なお、 上越線の開業以前より、1893年には、高崎渋川間に、群馬馬馬車鉄道が、1911年には、渋川沼田間に、トネキ堂、新大法寺を寺屋間に、魚沼鉄道がそれぞれ開業していたが、群馬馬車鉄道は、路面電車化されて、最終的に、東武鉄道の高崎線となった後1953年廃止、トネキ堂は、路面電車化され、 東京電灯の所有路線となった後に、上越線の開業により1924年休止、1925年廃止、魚沼鉄道は国有化されて、魚沼線になったものの1981年に、特定地方交通線に指定され1984年に廃線となっている。三国山脈が立ちはだかる県境の水上駅、越後湯沢駅間は、 全長9702メートルの清水トンネルをはじめとして、その前後に2つのループトンネルを有する山岳路線であり、同区間が開通し上越線が全通するのは1931年のことである。この区間は長大トンネルを有するので、運転の保安上から水上駅石田駅間が開業当初より直流電化され、電気機関車の牽引により運転された。 太平洋戦争後の1947年には高崎駅長岡駅間の電化が完成している。1960年代は東京と日本海側を結ぶ主要幹線として複線化による輸送力増強が進められ、1967年に湯木駅土樽駅間に新清水トンネルが開通して全線の複線化が完了した。 1982年の上越新幹線開業を境に上越線は東京新潟間の都市間広域輸送の役目を新幹線に譲り一部の列車を除いて地域輸送と貨物輸送が主力となっている便宜上、区内駅側で全旅客列車が直通する新越本線、長岡駅までの区間を記載する JR 東日本各駅の乗車人員により 6日、町駅の乗車人員には、上越線と北北線を直通する列車で6日、町駅を通過するだけの乗客の数も含まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。